コウムネヒでは大韓民国出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ユース時代はアンファンテリブルと呼ばれ、その後も韓国には少ないファンタジスタ型の選手として期待され続けてきた存在である。日韓ワールドカップで韓国代表から漏れたあたりからか故障も重なって急速に力を落とす。2003年3月。 J リーグの京都パープルサンガへ期限付き移籍。京都では、欧州へと移籍した、牧地性の穴を埋める選手と期待されたが、故障明けで、体は重く往年の切れも失っている状態が続き、エンゲルス監督からの信頼を得られなかった。シーズン途中の9月、オランダ人、FW レジの加入に伴い契約解除される。翌年、韓国、スイバラサムスンブルーウィングスに復帰した。 リハビリのための練習態度の粗雑さなどで、監督やチームとは揉めに揉めることもあった。当時のマスコミにつけられたあだ名は、ピッチの風雲児である。挙句、任意脱退選手として公示され事実上の、休職扱いであった。引退を考えるまで追い込まれたが結局残留し、その後に、全南へと放出された。トレード相手は、全南の看板選手、金南一だった。 2005から2006年は、全難ドラゴンズで再起を期すものの、思うような結果は得られず、2007年には再び、大田市地図に移籍。2009年2月6日に、現役引退を宣言。2011年にフルス、フスイ水原の18歳以下チームのコーチを経て、トップチームのトレーナーに就任した。アジアチャンピオンズリーグ準決勝隊、アルサット戦において、 乱闘騒ぎに加わり、AFC から6試合分のベンチ入り禁止処分を受けた。ありがとうございます。